気持ちいいわね。見て、子供たちがサッカーしてるわ。お、チャンスよ。そこでシュート。やるわね、あの子。あの動きのキレ、ただものじゃないわね。そうね、そうしましょう。サッカー観戦しながらお弁当ってわけね。悪くないわ。うわ、すごいじゃない。これ全部自分で作ったの？嬉しいこと言ってくれるわね。そうね、唐揚げもいいし、卵焼きも美味しそう。いや、ここはサンドイッチから。うわぁ、全然決められない。あなたが決めて。一番のおすすめはどれなの？わざわざ私のために練習してくれたの？だったらもう卵焼きしかないじゃない。あーん、って恥ずかしい。でもおいしい。お稲荷さんってあるでしょ。祀られてるのはお狐様。狐の神様が祀られてるなーんてよく誤解されるんだけど、お稲荷さんの狐は神様の眷属、神様の使いなんですって。というわけで、コンコンニコニーは神様のお使い。そのお言葉を伝えるから心して聞きなさい。この場に集いし者、今日のライブ全力で楽しむべし。